ちょっと見て、これみんな判断して。ネオン、オア、トロールってやつ、いるんだけど。これ、どういうこと？ネオン、オア、トロールってことは、ネオンをピックするか、トロールをするかってこと？ってことは、ネオンをピックした今、トロールはしないということだよね。じゃあ大丈夫か。メイマル？キルジョイでもできるけどね。キルジョイでもいい。一旦やっていい？キルジョイ。昇格戦は、昇格戦は敵が強いから、私はデュエリストやんない方がいい。よく言ってる、これ私が。ちなみに私がキルジョイできないと思ってるでしょ。できるからね。アラームボット配置。ちょっと待って。ボットを回収。ここがいいな。アラームボット展開。ビサンパラボラにアラボを取る。もう難しいことやめて。あ、違う。あ、わかった。わかった。わかったよ。いや、パラボラアラボなの。あ、これこう。アラームボット展開。で、ほんで、これ強いらしいよ。ここエントリー設置。知ってる？あそこ強いんだって。あれ YouTube で見たよ。あれが強いって。スパイクを設置。グレネード配置。グレネード展開。グレネード展開。残り1名。どこ？どこ？最後どこだ？ナイス！反応するの？入った後に反応する。ここはなんで強いのかって。タレット展開。ここから入ってきた時にこれがあるとこれを壊さない限り登れない。階段の上を登れないから強いらしい。で、ここも強いらしい。アラボ。私は強いセットアップ見せてあげる。YouTube で見た。行くよ。やばい、グレネード配置。遊びたいのか？相手に。気をつけろ。エメインは。で、これで引いてパラボラの入りだけ見る。これが強い。絶対それ弱いの。でもレディアントが言ってたよ、YouTube で。パラボラのいる。メインスリール。あ、ごめん。起動しろよ、あれ。グネ。はい、あなたのせいで味方死にました。はぁ、だから YouTube で見たんだって。なんでさ、そんな、なんでお前らはレディアントに歯向かうの？ね、レディアントの YouTube が言ってたの。もう意味がわかんない。毎回さ、いつもさ、動画見てこういうの覚えてさ、やったらさ、お前はレディアントじゃないだろうとか、お前はゴールド隊なんだから、そんな動画のことやっても意味ないだろうとか言うの、動画見ろっていうくせに。じゃあ、おめえがシルバーとかゴールド隊専用の動画出せや。そのセットアップの意味や使い方を理解しないと難しいよね。理解してよ。ちゃんとそれまで説明してくれてたレディアントの人は。じゃあ次 B 見せてあげる、B。ちなみに、これなんでタレットを下に置いたかっていうと、ここだと壊されちゃうから、で、このタレットって通り過ぎた時のこの辺とかで、ね、なるんだって。だから、なった後にこっから出て撃つっていうのが強いらしい。あともう一個何か強い要素があったんだよな。でも忘れちゃった。マジでその解説あげた人がかわいそうだよ。もういつもそう、私がコーチングしてもらってもさ、コーチングした人に迷惑だわ。コーチングしてくれた人のなんか名を怪我してるとかさ、もう何もできない。全部ダメ。あー、もうダメ。うるせえ、うるせえ、ゆえ。あー
え、じゃあゆえさん見てて、次のラウンドのセットアップ、これ YouTube で見たんだよ。で、本当は YouTube はこの辺だったんだけど、だこの辺、こう、どこだっけな、どこだ、こう、どう忘れちゃった、私に研究したんだよ、これ。この辺かな、この辺だとここが全部ね、こう、ベーってなってね、設置できないの、ここに。それで強い。あと、これ、下に耐えた方が強い。え、ちょっとアレンジさんは、でも強いと思う。出ちゃうんだよね、出ちゃうんだよね。なんで出たんだろうね。あそこ通り過ぎてタレットが反応してから出ればいいのに、なんで出たんだろうね。もうダメだわ、もう止めてくれゆえ、私を。スパイクを設置。いや、いや、これは不運だね、不運です。ジョインやるときは自分のワイドプレートがどうして戦闘っていうか考えた上で自分の立ち回り位置決めた方がいいから、もし戦いたい、顔出したいのならもっと前目のプレートでもいいかも。あー、なるほどね。最初から自分が集めてしまうことの対策をすればいいのか。ゆえは本当に天才だな。え、じゃあどうしようかな。アラームボット配置。フラッシュバグ。チェーン100。アストラの74。あ、惜しい。これエイムが上もっと上がってたら勝ってた。え、じゃあね。タレット展開。グレネード配置。チャージ切れ。グレネード配置。だってな、気をつけろ。アラームボット配置。もう出ない、詰めない。いたよ。あ、グレネード展開。解除完了。正解は分かたれた。グレネード展開。残り1名。最後の1人だ。123。でも今はいいでしょ。これだよ、これ。私今これがしたかった。ナイス。ほら、いいでしょ、今のセットアップ悪くないでしょ。ほら、ゆえからもいいんじゃないが出た。ほらほらほら。講師を